お待たせ。中さん、このリボンをさ入れるか入れんかでさ迷うねんけど、どう思う？こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。やっほー。よし、じゃあ早速ちょっと1曲ぐらいだけ叩こうかな。今日はちょっとあれなんですよね、画角がちょっと違うんですけど、はい、それもそれで楽しんでてください。あ、遅れたのはお腹はちょっとやっぱ Wi-Fi が良くなかったです、すいません。じゃあいただきます。音量下げてくださいね、ドラムなんで。じゃあいきますよ。まず1曲目、めっちゃ久しぶりの TikTok ライブなんですけども、楽しんでってください。じゃあ1曲目いただきます。パチパチもありがとう。どないですか調子は。久しぶりに TikTok ライブやってんねんけど、めっちゃなんかみんな久しぶりな気がするわ。やっほー、見てるよ、ありがとう。みんな音楽に合わせて画面タップしてな。それもある意味なんかドラム配信の醍醐味やと思ってきてんねんけど、みんながしんどいねんけど、それも醍醐味なので、この配信の音楽やドラムのリズムに合わせてぜひ画面タップよろしくお願いします。というわけで、YouTube 最近始めたので、あと Instagram もようやく昨日1万人フォロワー行きまして、ありがとう。まだインスタライブもしようと思ってんねんけど、ぜひみんな見に来てください。
あの YouTube と Instagram のフォローよろしくお願いします。ぜひ。というわけで次の曲いきます。みんな盛り上がっとったかな。今日さ下からのアングルやから多分さめっちゃさ背高く見えると思うんだけど、あの160四捨五入して162センチです。最高ありがとう。 なんかさ着とってんけどさちょっと見えへんかて。双葉ね好きさありがとうございます。18歳で来月の12月24日に19歳になります。ぜひ
見えないシリーズやるの？ないやるかな、どうかな。もうちょっと追ってくれたらちょっと楽しいコーナーあると思うんで、一緒に叩いてます。マッチよかった、明日楽しみ。そう、明日あのエッグマンでライブがあるので、ぜひこのライブが終わったらあのチケットまだ購入できるので、購入画面載せるので、ちょっとあの明日ライブがあるので渋谷で、だからね、来れる人、もし学校終わりとかに来れる人おったら、あの初めましてでも全然多分入れるので、あのチケット売ってるので、ぜひ明日ドラム叩くので生演奏ぜひ来てね。ありがとうございます。ホストをフォローしました。フォローありがとう、ありがとうございます、ね、そこのドア開いてんねんけどさ、やっぱ閉めた方がいいよな。じゃあちょっと 3秒待って、いくで、待ってな、3秒いくで、ちょっと待って、せーの、 OK。 恥ずかしい、3秒で戻ってきた。数えてるコール。ありがとう、来てくれてみんな。みんな画面タップしてるか？してくれてんのか？わあ、なんか落ちた。もうこれいつもこれ変わんないけど、これどうしたらいいん？何が正解なのか分からへんねんな。YouTube チャンネル登録しましたって、ありがとうございます。間に合った？よかった。かわいい、ありがとうございます。そうそう、YouTube 登録してください。そう、後ろに実は YouTube あんねん。なんかよく、あ、待って、増えてるわ。じゃじゃーん。じゃじゃーん、え、待って、なんかさ、あのよく YouTuber さんじゃない、いや、なんか TikTok ライブ見とったら、これをここに置いて叩いてる人、叩いてるじゃないや、仕事、お仕事じゃない、ライブ配信しとる人ってやってみようと思って一応出してんねんけど、ドラム配信、ドラム見てほしいなと思ってちょっとやめた。というわけでなんかちょっと増えてます。でもみんなありがとう、フォローしてくださいね、 YouTube チャンネルよろしくお願いします。最近始めた、先月始めたんですよ、1ヶ月前くらいに。よろしくお願いします。 YouTube 見てるよ、よかった、ありがとうね。こんばんは、こんばんは。反転しとるねんやったら、ちょうで6000や、2546人、ありがとうございます。反転してんねんて、ごめんな、ちょっと、おー、いた、いていていて、こっち、よいしょ。まあまあ YouTube もよろしくお願いします。そしてなんとですね、記念すべき昨日1万人インスタフォローいたので、よければ、ドラムノートはね、なんて書いてある？わからへん。多分ドラムノートあんま良くないかもしれへん。あの、あんまマイクとかね、立ててないから。来てくれてありがとう、みんな。マック壊すなよ。うん。怪我するなよ。はい。かわいすぎるでしょ。ありがとう。SNS 攻めてみてる。ありがとうございます。なんか、叩いてほしい曲とかありますか？でも最近流行ってる曲叩きたいねんけどな。なんかあれかな。好きよってめっちゃ告白されたわ。ありがとう。銀河一応してます。ほんまか？ほんまか、ありがとう。というわけで、じゃあそろそろ1曲叩こうかな。よし、じゃあ次の曲いきます。じゃあワンコーラスいきますね。確かなまま始まる今日は変わらない、いつもの愛が
次行きます。ありがとう、来てくれて。なんか できんくなった。ちょっと待ってな。ありがとう。怪物が来たな。え、だけど怪物やってほしいってこと？じゃあまあ次の曲やりましょう。なんかあるかな。これやりたいの。
すき焼き坂46さん、ありがとう。なんて書いてんの、パチパチありがとう。夜にかけるいいよ、夜遊びの夜にかけるでもするか。ちょっと、てかさ、普通にさ一個言いたいことがあって、お水買うの忘れてたっていうことだけ言っとくで、あとめっちゃのっぽみたい、のっぽに見える。あーすごい、 YouTube のチャンネル登録者数が増えてます、ありがとうございます。ちょっと持ってくるとなんか時間あるかなと思って、ありがとう。例えば自分が可愛いこと、いや今から、いやあかん、友達と見てる、お友達も見てくれてる子もありがとう、森畑です。できるかな、お水買いに行けない、いかんよ、みんなを一人にさせるわけにはいかんからな。とりあえずもう一度我慢する。お水ライブは草今日ななんかな、いつも使ってるのがなんか大きいライトを使ってるんですけど、今日その大きいライトじゃなくてちっちゃい方のライト持ってきちゃって、安定感は抜群やねんな、こっち安定感は抜群やねんけど、ちっちゃいからこれ以上高くできへんねん、だからちょっと低いね。ブルーベリーナイツいいですね。出身は兵庫です、兵庫の神戸に住んでます。初めての推しです、ありがとう、嬉しい。井戸水さん、あ持ってきてほしいかな低いやろ、ごめんな、今日ちょっとあんま手元見えんよな、ごめんごめん。虹の戦争、虹色の戦争かな、可愛すぎて困ってる、ありがとう。近づいたらあかん、シンデレラボーイもいいですね。あーどうしようどうしよう、最近は死ねました、ありがとう。同担拒否はね、最後まで見てくれたら絶対やってますので、めっちゃかっこ、ありがとう。このアングル可愛い、ほんま初見ですって、初見ありがとうございます。 YouTube と Instagram もフォローよろしくお願いします。よし、何時までしてくれますか。20時半目処にしてます。どうしよう、バックナンバーさんも今日やらな、やりたい、やらなあかんちゃやりたいなって思ってね。じゃあこのラインで、そうそう、グネラングネラン事故しへん、アップかわいい、ありがとう。未来予想図も好きやけど、反復横跳びしてください、反復横跳び、反復横跳びどうしようかな、どうしようかな、なんかちょっと待って、いいやんって言ったやつ、何、あ夜遊びか、 何しよっか、ちょっと待って、夜にかけるやつだけ、ちょっと待って、やったことないねんけど、ちょっとリクエストいただいたので、ちょっと夜にかけるやります。できんかったら、あはい、実家やってみます。
エストいただいたのでちょっと残らせていただきました。本当に叩いたことない？いえいえ叩いたことないよありがとう。でもリクエストしてくれて、次にリクエストいただいてたっけな、ありがとう。いえいえスマイルたくさんくださいなん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 、よし何がいいかな、シンデレラボーイってちょっとどんな曲やったっけ。でも流行ってますよね。てかここにあるかな、あるか、シンデレラボーイ、シンデレラボーイやな、あシンデレラガールか、シンデレラガールだ。さよならエナジーはめっちゃ言われるんです。あおめでとうございます、菅田将暉さんと小松菜奈さん、やっほー絶対言ってない。いやマジでさっきあのお家っていうかそのニュースを見てたら出てきてびっくりした。いやなんか付き合ってるっていうのはお聞きにしていたんですけれども、あの本当にご結婚ということでおめでとうございますという気持ちを込めまして、さよならエナジー叩かせていただきますマジですごいよね。僕らも結婚しようって言おうとしたんでしょ、ふたばしかリサやってください、おーいいね、菅田将暉ですやって、おしゃれカップルすぎるよね。ふーちゃん結婚しようぜ結婚しますか、菅田将暉とふたばが、いやいや困ってなるな、さよなら、なんて言ったエレジーってつエナジーさよならエナジーはちょっと待って、ちょっとほんまドリンクやったごめん、あエレジーすいません、ほんとすいません、彼氏いるいないです、顔面タイプありがとう。泣き地蔵、泣き地蔵、なにわ男子のあなたあの声がしたくてのやつかな、A メール分からんの、まあ、とりあえずちょっとじゃあさよならエナジーちょっといただいたことないし、ちょっとあんま曲聞いたことあるかわかんないんですけど大丈夫ですか、それでも大丈夫ですか、双子なりに必死にいただきます。エレジーこれかな、じゃあちょっといただいてみます。みんなあのありがとうございます、よかったら YouTube と Instagram やってるのでフォローよろしくお願いします、ありがとう。エナジーって言ってる？エレジーな、はい、さよならエレジーやりたいと思います。ちょっとエナジーはちょっとエナジードリンクすぎてちょっと気まずい、申し訳ない、あのフォローいっぱいありがとう、ルームフォローしましたって来てる、ルームじゃなくてホストをフォローしました、ありがとう、エナジードリンクちゃう、よしじゃああの ご結婚おめでとうございます。
がとうございます。背景少年をやってほしいの、かっけーやって、ありがとう。花占いしてほしいです。何ですか、好き嫌い、好き、あ、オッケーオッケー、ファン見てくれてるみんなのことが好き嫌い、好き嫌い、好き嫌い、嫌い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 、好き、背景少年多いな。なんて鼻うがいしてほしいです。YouTube 登録者数何人ですか。こちらです。じゃじゃーん、皆さん YouTube フォローしてください。 YouTube 始めたのでよければ YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。プロフィールから飛べるのでよかったらよろしくお願いします。でもね、ちゃんと増えて、めっちゃ痛かったんけど、あ、指挟まった。ちょっと一回、今人差し指が挟まってすっごく痛かったんですけど、あのそれよりマックの方が痛いって言ってるので、ちょっとごめんなさい、痛かった。お互い負傷しました、失礼しました。あの YouTube フォローしてください、よろしくお願いします。はい、痛だだだ、痛かった、めっちゃ、とってもありがとう。あ、フォローしてくれたってありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、増えた、あ、増えた、また増えた、あ、また増えた、すごい、みんなありがとう。今これ見てくれた子がしてくれてるんやろうな、すごいよ、増えた今、ありがとう、フォローしてくれて。あのインスタグラムもやってるんでよかったらフォローしてください、ありがとうね、本当。あ、また増えた、あ、すごいよ、また増えた、ありがとう、みんなほんまにフォローしてな、ほんで、あの見てな、動画ありがとう。あと曲に合わせて皆さん画面タップ忘れてませんか、ちゃんとタップするんですよ。シンデレラボーイめっちゃ着てんな、あと背景少年も着てるから、ちょっと頑張って2つともやりたい。背景少年用からやろっか、めっちゃ着てる、よし、じゃあ着てください。背景少年用の前にちょっと髪の毛くくります、熱い、よし、オッケー、じゃあ、背景少年よ、いただきます。よし、じゃあいきますよ、ちょっと用意するな、いきますよ。じゃあやります。夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、
背景少年嫌でした。その次何て言ってたっけ。ねえねえ、何て言ってたっけ。全然忘れた。ほんまにあかん。何やるって言ったっけ。あ、死んで、え、なんだなんだ、何やるって言ったか忘れちゃった。背景少年よりめっちゃやった。死んでるボーイだったっけ。あ、一回そろそろお楽しみみたい。確かにこの間な、多分この間来てくれてる人がおるからこういうコメントがあると思うねんけどな。そうだからちょっと一曲だけやったら、この間来てくれて待ってくれてる人もしかしたらおるかもしれんから、ちょっと一曲だけ、ちょっとさっきやるって言っちゃったやつやるな。ちょっとワンコーラス。じゃあ今最近流行っている、でもちょっとほんまに曲は好きで聴いてんねんけど叩いたことなくて急にちょっとギリクエスト来たから、ちょっとな、じゃあリクエストいただいた曲一曲やるな。とりあえずみんなありがとう。そう、サングラスの回収ちゃんとしとるから耳コピ、あ、そう耳コピします。じゃあ今日はちょっとあの手柔らかに、じゃあサウシードッグさんのシンデレラボーイを殺してみます。
ゃあ次、ありがとうございました。この間の配信の時にちょっと伏線回収しますと言って、サングラスをかけて歩き方を叩いたんですけど、今日はちょっとその進化バージョン、なんか次来てくれたらまあ段階踏むから分かるわって言っとってんけど、今日はですね、ちょっと持ってくるな、またな、初挑戦です。ででん、迷ってんけど目隠し、これはな、ほんまにな、放送事故になりかれへんことを祈ってんねんけど、まあなんかいっぱい叩いてる曲やったら目隠してもいけるんちゃうみたいな感じになりましてはーってきてる。というわけで一回寝ないでね目隠しアイマスクっていうんかな、これ。というわけでちょっと、まあ、これをして、ですね、ヴァンパイアを叩きます。まあちょっと、まあ人生で初めてやる、マジで一回も練習してないねやんか、やからちょっとほんまに初めてやから事故するかもしれへんけど、まあちょっとそれもそれで楽しんでってくださいというわけで、なんかもう一回やるかどうかは分からへん、だからちょっとほんまに人生で初めてやるから、ちょっとほんとねみんな分かってるよね圧かける。はい、インスタグラムと YouTube やってるので、よかったら、すごい、もうすぐ2600人いくわ。 YouTube 増えてる、ありがとう。 YouTube フォローしてくれて、チャンネル登録してくれて、始める前よりもね増えてるわ、ありがとう。 YouTube よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。で、インスタグラムも1万人フォローは突破しましたので、よければ皆さんもフォローしてください、よろしくお願いします。というわけで、じゃあ優しい目で見ます、ありがとう保険かけるなって言われた。 YouTube 出てるもん、めかしくし、 YouTube ほんまに3000人はないかへんかもしれんちょっと頑張るね、3000人は行きたいけど。というわけで、じゃあ目隠しします。大丈夫かなこれ、どうしたらいいん、曲をかけてか目隠ししたらいいん、曲用意しようじゃん。あー、いけるかな、いけるかな、目隠ししながらドラム叩いてる人っておるんかな、もうどっかにはおるか、頑張ります。あかんかんかん、あ、生物の虹色の清掃もやってって言われてたよね、後でやるね。よし、じゃあ装着、これどうやってつけるの、もはやこうか、これ大丈夫そう、ほんまに大丈夫そう、あ、私も目隠ししたらちゃんと見えへんからし、カオスな状況やからし、じゃあちゃんと目カピ開いてもらっていいですかよし、そう、マイク置けへんね、よし、じゃあ頑張ってな、頑張りますね皆さん、ちょっと応援するために画面タップしておいてください、こうやってヴァンパイアが流れたらうーんって画面タップしちゃってくださいね。というわけで、じゃあ目隠しします。じゃあみんなバイバイ、とりあえずバイバイ、じゃあ頑張る、じゃあほんまにいけるかな、まあまあ頑張ろう、行きます。あ、取れた、再生ボタンが OK、 いきます、私バンパイア、命吸っちゃってるの、ロンロンロン、
なんかさ、思ってたよりもできてなかったコメント欄が何も見えへんからみんながどういう反応してたか分からんけど、どうでした？やったー分かん、できてたかできてないかったかもちょっとあんま分からんかったんけど、いいんじゃないどないでした？初めての感覚やった、真っ暗の中でドラム叩くって。できてた？よかった。はいあー疲れた。はい、できてたようですね。オッケー、じゃあ次タレパンダになってた。あんまりそう、あれつけてた顔がどんな感じだったかもわからんかったん。ブサイクやったありがとう。よし次リップして、じゃあ次の曲行きましょう。よし、オッケー。じゃあ次、虹色の戦争をリクエストいただいてたので歌こうかな。なんか他やってほしい曲あったら言ってね。スクショしたまし。水はどうしようかな。あ、でも目の前にあるねんよな。まあ、あともう一曲やったらちょっと本当リクエストいいですかって叩けるのなら叩きますので、ぜひ。よし、じゃあとりあえず虹色の戦争叩きますね。ありがとう。じゃあ聞いてください、世界の終わりさんの虹色の戦争。あ、 YouTube と Instagram よかったらチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。 Twitter もしてるのでよければフォローしてください。ありがとう。ちなみに YouTube の登録者数はもうすぐで、キリの文字に行くので、よければフォローしてください。インスタもフォローしてね。じゃあ行きます、聞いてください。リクエストありがとうございます。世界の終わりさんの虹色の戦争。One, two, three, four.
とうございます。東京リベンジャーズ、あ、聞いた、やりますか。私もその曲最近聴いてるんですよ。だからちょっとじゃあなんか来たのでやります。笑顔好き、ありがとう。ずっと前の中でいいのに好きですが、聞けますよ、たくさん。ねえ、たっけ、クライベイビー、みんなタップしてな。もうしてるんやろ、でもしてると思ってる。みんな多分今頃腕疲れてると思うクライベイビー、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 クライベイビーはおった。クライベイビーやんな。あ、クリーン、ちょっと待って待って、タップってどうやんの。画面タップしたらハートが出てくんねん、こうやって、ほら、ここに。あ、こっち反転してるか、こっち、わーって、それがねタップらしい。あ、ちょっとさ頑張って調べるわ。すごい、トレンドに菅田将暉さんと小松菜奈さん結婚って言ってる。ちょっと待ってな。ヒーヘーオフィシャル、オフィシャル、ヒー、あった。じゃあ行きます。あ、いきなり入るっけこれ。ちょ、できるか分からんで、ね、リクエストいただいたのでやります。最初難しい、最終回やったらできるで。リクエストありがとう。こちらこそ。バックナンバー何がいいですか。バックナンバーさ、黄色とか流行ってるよね。よし、じゃあ黄色最近ちょっと黄色言います。好きな曲、次。明日の蓋を閉めて、いつか目の前の君にと
次ね。リップルル。はい、ありがとうございます。バックナンバーさんのとこなんかいっぱいいただきました。次いきます。泣きました。よかった。ありがとう。よかった。自分のドラムですか？自分のドラムじゃないんですけど、自分のドラムいつも叩くときはヤマハさんのドラム叩いてます。何時までやりますか？もうちょっとしたら終わります。ライブやってください。ライブしてる。かっこよすぎ。ありがとう。よし。じゃあ次の曲は、ごめん、リクエストもらってたんでやります。よければ YouTube 始めたのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと Instagram も Twitter もやってるのでよかったらフォローよろしくお願いします。ありがとう。よし、じゃああと2、3曲やろうかな。ありがとう。じゃあいきます。まずこの曲。ちょっとゴリカが喜ぶかなと思ってやったんですけど、ちょっとあんまりでした。よし、次。ソルトじゃなくシュガーソングってみたいです。ソルトソングとビターステップ。はにゃ。
くん知ってますか？知ってます、 YouTube は見てます。シグナルお願いします。シグナル、あれやらなかったっけ。よし、じゃあラスト1曲やって、あの最後の曲やろうかな。好きだ、ありがとう。よし、なんかちょっとだけ喋る、なんか名前とかも全然呼んでなかったし、ちょっとだけ2分ぐらいだけコメント読みたいです。コメントしちゃってください。こうしたなんか背高い子みたいなのなちょっとコメント読みたい、読みます。立ったら立ったらすごいみんなのこと見下してみて、ちょっと嫌なの。明日からまた学校、そうな、頑張ってね。あ、またじゃあなんかあれするね。あ、失礼しました。はい、ありがとう。ライブ行きたいけど、あ、じゃあちょっとライブの説明します。ちょっと告知しよっかなとか言っちゃって、ちょっとインスタグラムとツイッターやってるので、よければインスタフォローよろしくお願いします。あと YouTube もね、増えてんの。じゃじゃん。あと12人フォローしてくれたらキリがいいので、あの12人の方よければフォローしてください。300何人だ、変わっていく、あ、40人の方、あの皆さん、あのよろしくお願いします。いた、ちょっと待ってよ。はい、皆さん12人の方、あのフォローしてください。強制強制、みんなフォローしに行ってな。もうフォローしてますやって。でしょう、最後まで見てくれてるもん。タップ頑張れ、ありがとう。でね、あの2曲ぐらいやろう。あと1曲何にしよっかな、迷ってんねん。よいしょ、フォロー済みですよ、ありがとう、ありがとう。ね、違うアカウントでフォローします。違うアカウントでフォローしてくれるんですか。あ、増えたわ、ありがとう。ここに置いとったら見えるんか、みんなは。フォロー早く解除してフォローしてきました。するなするな。あと10人フォローしてください。じゃあ600人いくまで終わらんとこうかな。あって言ったらフォローしてんのか。あ、どうしよう。どうしようか。何年ぐらいだろう、3、4年ぐらいやってます。ライブの話 しますよ。フォローしました、ありがとう。ちょっと名前読みたいねんけどな、名前がな、分からんねんな、 TikTok な。フォローしてきましたって、ありがとう。あ、すごい、いくよ、せーの。あ、あと一人だ、すごい、みんなフォローしてくれてる。もう増えちゃった、見えてんの。あと一人だ、すごいじゃん。誰、みんな20人、あ、10人かな、フォローしてくれてありがとう。あと一人、なんかちょっと、ちょっとしゃべる。あ、じゃ、もう怖い、怖い、なんか怖い。ちょっと、ちらって見つつ。一昨年文化祭来てくれた？行ったかも。文化祭行きました。あ？あ、すごい！わー、やった！みんなありがとう。すごいよ、行った行った、3600、ありがとうございます。2600人の方、みんなありがとう、本当優しいな。このライブ来てくれる人、ほんまにみんな優しいなって思ってる。ありがとう、フォローしてくれてありがとう。こうきっとここに見てくれてる人がフォローしてくれてるんでしょ。ありがとうね、みんな。あ、2つのアカウントでフォローしてくれたりしてほしいね、してほしいね。じゃあ、あのしてくれてるの、ありがとうございます。本当に感謝です、みんなありがとうございます。というわけで、ちょっと明日の告知します。明日なんですけど、私が所属しているザッコイロッカーズというグループでのライブがありまして、渋谷のエッグマンっていうライブハウスで、ガールズアップっていう台湾ライブに出演させていただくんですけれども、女性アーティスト4組がですね出るんですけど、私たちはザッコイロッカーズっていう、あの女子のガールズバンドアイドルなんですけど、
18時がトップバッターで、コインロッカーズは言っていいのか、まあ最初から来ないとダメですよねっていう話なので、あの18時に、その渋谷のエッグマンっていうところに来てくれたら双葉に会えるので、あのドラムいただきますので、ライブしますので、よければあの渋谷に住んでる方で、学校が18時までに終わるよとか、大学が18時までに終わるよ、お仕事が18時までに終わるよって方は、多分当日券あるので、あ、だし当日券とか怖い方は、あのこのライブが終わったら URL、 こういう URL を私のインスタグラムのストーリーに載せるので、よければ会いに来てくれる方は会いに来てください。待ってるな、もう来てくれる人、あ、もう順番出てるよ。仕事終わりは間に合わへん、確かに地方の方は絶対無理やな。休んでいきます、マジ会えんの。ジオンのスーパー、ちょっと読まれへん、あ、青森で待ってに行きたいな、ちょっと遠いやな。あのチケットの購入いたします。瀬戸にこっそり教えてだと、絶対教えねえよ来てくれた人のお楽しみにします。とりあえずはね、またじゃあやったら教えるね。スーパースタ、スーパースパースタ、なんかなんで、やばい、ちょっと飛んじゃった、ごめん。明日のライブ初音ミクで話そう。あ、そう、みんも来てくれたら嬉しいな。仮病を使う人天才、仮病を使いながら電話してな。というわけで、ありが、あ、また増えた、ありがとね。600人いた、みんなハズさん撮ってな、ライブの後にそうそう、でもありがとう。というわけで、たくさん増えて嬉しい。今日多分70人ぐらい増えたかも、今日のライブで。70人、60、60、70人ぐらい増えました、ありがとうございます。いや、みんな来てくれてありがとうね。福岡でもライブしたよ。買い方はストーリーに載せますね。かわいいかわいい、めっちゃ言ってくれるよ、ありがとう。いけないから流してくれないか名前呼んでくれたら嬉しいな。そういうの読みたいね。あー、飛んじゃった、どこよ。かんた、あやの、明日休むか休みなさい。しゅんすけ、まんちゃん、てんま、ありがとう来てくれて、みんな。ひでと、ウインクしてってやって言われたからやってんで。たむっち、りほ、ゆう、やっほー、たいき、あー名前かわからん、どこ行った、どこ行った、なつ、じゅん、ゆた、やま、ありがとう、みんな来てくれて。森進一です小松菜奈ですこら嘘つかないよ。ひろ、ひろと、ありがとう。カイト、リオン、あ、リオン、ありがとう来てくれて。タグッちゃん、ヨッシーさん、ヨッシーありがとう。アスカ、ヤブリン、辻一馬、いやもうコメントしてくれてる子ね、認知してる、わかるわかる。ケイゴ、ウンパルンパヤブリンありがとう、ガッくんありがとう、ヒョロありがとう。GY パークですGY パークさんのあの人柄はさ、なんなんやろ、もうほんまに、なんて言ったらいいんやろ、なんかさ、もちごりと言われても、あの寛大な心というかさ、もうなんかすごいプロデューサーですよね、マジで尊敬するどういう目で見てんねんって感じだけど、もう一回ウィンク、そのするわけないやんな。スーパースターですよ、ありがとう。スーパースターなのかな。リュウスケア、ありがとう、いつもありがとう。明日からも頑張ってな。トシ君ありがとう、かわいいな、ありがとう、かわいいな、呼んで。シュー、ありがとう、ずるい、大輔、大輔がずるいって言ってる、するんかいだって来てくれてるから。そうやね、まあ、しへんことにはね。また、かわいい、死ぬ、ありがとう、かわいすぎる、ありがとう。明日もウィンクしてね、仕方ないな、ほんと。スティックマシみたいな、明日ライブしてくれるか、次の TikTok ライブに来てくれるか、このまままだ見てくれとったらスティックマシ見れるかな。ふーちゃん好き、私も好きやで。渋谷のね、エッグマンっていうライブハウスでやる。ときめき、いざ弾いてください、どういうこと、そのくだり好き、くだりもう定番になってるからな4番さんもありがとう、かっこいい、ありがとう。卵男、名前のくせ。よし、じゃあそろそろ行きますか。じゃあワンコーラスやって、いつもの曲やろうかな。そろそろ9時なので、みんなも明日も早いやろうから寝る時間かも。よし、リップ塗る。
じゃあ行きますよ。というわけで今日もいっぱい来てくれてありがとうございました。ラストの曲、ラストの終盤の曲やります。ちょっとぶち上がる、私の中で富士的にぶち上がる曲やってきます。来てくれてる人は分かるかも。ちょっとスカートが、はい、できます。ありがとうねみんな。じゃあ最後リズムよくタン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 って画面タップしちゃってください。じゃあ盛り上がっていきましょう。聴いてください、YOASOBIさんの怪物。ああ素晴らしき世界に今日も乾杯。街に飛び交う笑い声も見て皆無理してるだけの作りはさ、気が触れそうだ。暗くなるほどのピンク恋がずっと咲いた肌の奥目を覚ます。本能のまま今日は誰の出番もこの世界。何ができるのか、僕にあった何ができるのか、ただそれを僕の中で何が本当でもないように。あの出会いが何度でも続く僕が待ち来る、この間違いじゃなくて誰か手を出す日が止まってほしいから。僕は誰も気づくよ、強く強くなれたんだよ。僕が僕でいられるように、僕が僕でい聞こえてきてますのでアンコールしたいと思います。無理やりすぎる、いつもありがとう。というわけで最後の曲やりたいと思います。いいね、すごいよ。
すごい19万ぐらい来てるんです。ありがとうね、ほんとすごいよな。あの私のライブの間にさ19万回タップされたっていうのがすごいよな。19万回って分かってる？みんなすごいよ。日本武道館19回できるからね、すごすぎる。ありがとう。というわけでじゃあラストの曲いきます。あの YouTube の登録者数すごい伸びちゃった、ありがとうね。YouTube やってますのでよかったらフォローよろしくお願いします。あのプロフィールから TikTok の飛べますのでよろしくお願いします。ほら増えた、言ったら増えた、すごい。誰フォローしてくれたの？あの頭下げに行く、ありがとう。よいしょ。というわけでありがとうございました。そしてあのインスタグラムもやってますのでよかったらフォローしてください。でいいねしてね、待ってるわ。コメントもしてくれたら認知するし、あのコメント返しにあれだけするからよかったらコメントしてください。そして TikTok じゃなくて Twitter もやってるんでフォローしてください。あと、このルーム、あの TikTok のアカウントもフォローしてください。投稿をたくさんしてるのでよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あのお母さんから廃業を見せるなって習ったので、ちょっとあのお辞儀もしっかりここをあの隠しながら、はい。というわけでラストの曲いきます。長々と見てくれてありがとう。動かんくなった。あ、また YouTube の方あれ増えてるわ、ありがとう。よし、じゃあね、皆さん最後まで来てくれてありがとうございましたね。ん？鈴木里奈みたいな、はにゃ、どこどこ、そっちの色見せたかね。鈴木里奈みたい、誰誰誰誰、認知してください。頑張って覚えたい。うーん、じゅん、高校3年生じゃないよ、大学1年生の代です。まぶだちもフォローさせて、あ、ありがとう。まぶだちっていいね、まぶだちっていいよね、私もそう思う。あのよかったら友達にもフォローしてって呼びかけちゃってください。本当ありがとうございます。あの協力してくれて、会いますか？しません。ちゃんと顔見せます。みやちゃん、あ、違う、見てた。みやちゃん、みやちゃんね。マブダチ美味しいよね。食べたんか。マックスと、あ、ごめん見え方。ちょっと分からへん。アクエリ認知してる。ドラム終わりですか？最後一曲やります。ドラム聞けてる。シューマイ来てくれてありがとうね。エリちゃんもありがとう。双葉スコ、私もスコ。双葉どうした？好き。辻つばも認知してる。今日も可愛い。ありがとう。認知してほしい。あのインスタ来てくれたら絶対認知できると思うから、あの来てください。あとインスタライブもね、明日無理だし、明後日はなんかあった気がする。お仕事だった気がするので、ちょっとあの今週中になんかちょっと元気で向かって配信したいな。1万人はさ誕生日やと思いすぎじゃない？しかも1ヶ月後に誕生日やのにさ、ケーキ食べるなって話やねんけど。まあなんか、まあ、まあ普通にはありがとうっていう配信をインスタグラムでね、なんか1万人目標にしててまさかいけると思ってなかったので、あのいけたのは私の中ですごい嬉しくて、なのであのインスタライブもちゃんと配信しようかなって思ってるので、あの待っててくださいね。ちゃんとインスタライブでも配信するから、その時多分認知できると思うから、その配信待っててくださいね。というわけで今日も来てくださって本当ありがとうございました。最後の曲いただきたいと思います。聴いてください。同担拒否。
というわけでおしまい。ありがとうございました。じゃーん。というわけで今日も来てくれてありがとう、天馬。ありがとう、天馬ですって曲名かな。ありがとう。というわけでラストの曲は道端距離でした。ありがとうございました。ありがとうね、るいくん。ありがとう、るいちゃん。ありがとう、ありがとう、お上手。ありがとう、お疲れ。ありがとう。エッグマン、そうだ、明日のライブ来てくださる方、そして来てくれるかもしれないという方も楽しみにしてます。じゃあそろそろお時間なので、あ、ちょっとそっち行こう。よし、どうだ、こっち来た。ででん。こっちに来ました。近くに来ました。ありがとうございました。ちょっと座ろう。わーわーわー、明るい明るい。こうしたらいいか。ありがとうございました。バイバーイ。コメントちょっと読もう。かわいい、ありがとう。来たぜ、こら。え、押さない、もう終わんねんけど。もう終わるんですけど。来てくれてありがとう。すぐ、そうそう、もう水飲みたくて。飲みたいわ、飲むね。スキャンダルさん知ってますよ。あ
ありがとう。というわけで、あのインスタグラムも YouTube もフォローしてくださった方、そして Twitter もフォローしてくださった方、ありがとうございました。なんといいねが21万になってます。あの数分で2万回3万回くらい増えてますね。みんなあのお手お気をつけて、あのたくさんタップしてくれてありがとうございました。明日も明日ライブ頑張ってきます。あの明日のセトリはすごい攻めてるし、もうぶち上がれると思ってるので、あのぶち上がる気持ちで来てください。そしてあのまた TikTok ライブもするので、現実的に来週ぐらいかなすると思うので、よかったら来てください。あとなんか言ってなかったかな。楽しみもね、アビーバさん来てくれんの楽しみにしてる。スマイルくだっちゃいくだっちゃい、ありがとう。おやすみは、スマイルはあげた。気をつけて帰宅して、してください。ありがとう。帰るときにね、事故はね、みんなも事故だけには気をつけてね。はい。え？な、飛んじゃった。明日誕生日？誕生日おめでとう。かわいい。ありがとう。明日の学校頑張りましょう。明日の学校とかお仕事や大学の方、ぜひ。専門学校の方、頑張ろうね。明日も一日。そして12月22日に絶版春菜でライブをしますので、12月22日の予定はぜひ上げといてください。一般発売も始まってます。バイト終わってやっと見れたのに、あーバイトお疲れ。ゲームさんかな、お疲れ様。というわけでごめんな、じゃあまたやるな。あのインスタライブは今週中にやろうと思ってるので、1万人記念インスタライブはぜひ来てください。というわけでじゃあ終わるね。事故って何？車の事故だったりとか自転車の事故だったりとか、そういうの。というわけで今日も来てくれてありがとうございました。あのよければインスタグラムとこれのアカウントと、あの YouTube 始めましたので、 YouTube の あのフォローよろしくお願いします。 Twitter もやってます。じゃあバイバイ、今日も来てくれてありがとう。バイ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 、またやるんでその時は告知します。そして来てください。じゃあね、じゃあ明日も気を確かに、今日も気を確かに残り一日頑張りましょう。明日も頑張りましょう。というわけで